はい、どうも、SSC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。あなたのやる気を引き出す、なりたい、自分のなりたい姿名刺の作り方、作法。はい。まあ、別に何でもないですけど。名刺ってめちゃくちゃ大事ですよ。起業するときに、名刺を作っちゃうんですね。で、例えばね、これがね、資本金100万だ、300万だ集めてね、株式会社として一発目からやりますというような人だったら、まあその資本金の中からね、名刺だって作るわけじゃないですか。そういう人たちはね、ちょっとまあいいんですけども、例えば個人事業とかネットビジネスとかアフィリエイトとか情報販売とかで、これからね、開業しようっていう、小規模でね、まずはやってこうっていうような状況の人たちって、僕も最初悩んだんですけど、名刺っていらないじゃないですか、最初。だからそこに金かけたくないんで、もったいないから、で名刺って作らなくてもいいんじゃないのっていう人たちがいっぱいいるんですけど、僕は作りましたね。で、だから僕の名刺なんていうのはもうものすごい種類あって、結構ね、趣味なんじゃねえのっていうぐらいで名刺を変えるんですよ。いろいろその書く内容とかを。で、このね、名刺に書く内容っていうのが本当に自分にとってすごい大事で、っていうか、あれですよ、あなたにとっても大事なんですよ。これからビジネスやるんだというような状況においては非常に大事でですね、結構型にはとらわれなくてもいいから、なりたい自分の姿をその名刺の中に書いちゃうんですよ。で、例えば僕だったらまずね、会社名書くじゃん。一番最初作った名刺がちょっと恥ずかしいけど、会社名書いて、まあ必要事項は普通に書くよね。で、なんか適当なね、まあ仲間が 2,3 人いたから、なんか適当な団体名を作って、要はサークル名みたいな感じですよ。サークルですよ。なんとか協会加盟とかっていう風に書いたんですよ。そんな協会なんて別にホームページもないし、まあ協会っていう名称は使ってないけど、使っちゃまずいなと思ったから、3人ぐらいしかいないし、個人事業の仲間が、だから協会っていう、なんとか協会っていう名称は使ってないんだけど、なんまあね、リアルな話言うと、なんとかプロジェクトっていうような、まあ、団体をね、立ち上げて、その名刺に、なんとかプロジェクト加盟とか、なんとかプロジェクト加盟員とかっていうのを、こうね、書き込んじゃってっていうか、まあ、そういう形で発注したんですよ。そんなプロジェクトっていう、なんとかプロジェクトっていうのは、別にないんですよ。その瞬間、まあ簡単に言うと2秒で作り上げたものなんですよ。で、お前と仮面員だからみたいな感じで、で、それは嘘じゃないじゃないですか。今からこういう、その俺たちの総合的なビジョンはこうで、こういう形でプロジェクトとして、なんとかプロジェクトっていう団体を今、そのね、親睦会を作ったからと。それ仮面ね、お前らみたいな感じで、別に会費とかもいらないし、みたいなね。で、団体名を作って、名刺に入れたんですね。で、あとはね、まあ、何を目指してるかとか、どういうようなビジネスをやっていくかとか、どういうようなビジョンを持ってるかとかっていうのを名刺の裏面とかに書き込んで、で、名刺作ったんですよ。これはね、良かったよ。要はまずもってテンションが上がるんですよ。今まで名刺っていうのは会社が作ってくれるもんだったじゃないですか。名刺っていうのはね、会社が作ってくれたんですよ、今までは。それがまずなくなって、自分でね、名刺をもうゼロから発案するというような作業っていうのは本当人生初ですからね。いや、いよいよだなっていう気持ちになりますし、まず身が引き締まる思いなんですね。で、もう一つはやっぱりその普通のね、ただね、自分の名前と会社名が書いてある名刺でもいいんですけど、
やっぱりね、そのビジョンだとか自分たちの夢だとか行動指針だとかどうなりたいかっていうのを細かく書いといた名刺を持っとくと、まあ、それをしょっちゅう見ることになるじゃないですか、自分の名刺なんですから。これってね、完全にまたこれいい話なんですけど、自己洗脳がかかるんですよ。そうするとそれをまあこう、まあ、配ることなんて正直最初だからほぼないから、人に見せることなんてほぼないからね、だから自分で見てるだけになるんですけど、そうなるとそこにね、自分たちのあるべき姿、行動指針、行動規範、ビジョン、ね、理想、大義、志、そういうもんがね書いてあるから、かなりテンションは上がって、実際にそこに書いてあるような自分になれちゃうんですね。どん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 そこに近づいていくんですよ。最初は簡単に言うと、名刺に書いてある内容は嘘ですよ。まあ理想ですからね。で、なんとか団体加盟員とかって書いちゃって、そんな団体なんて今作ったのに、でもその団体のビジョン的なね、標語的なものも若干書いといた方がいいから、そういうのも書くでしょ。そうするとだんだん自分がね、その名刺に近づいていく、いける自分になるんですよね。っていう感じでだんだん強くなっていくっていう、自分のメンタルもそうだし、実際じゃあ名刺に書いてあるような自分になっていくってことはね、生まれたての起業家から本物の、まあ、ビジネスマンに近づいていくってことじゃないですか。だから名刺はそういう意味でも作んないとダメで、で特に最初においてはね、初期段階においては正直ね、ビジョンとか細々と書いてある名刺とか痛いんですよ、一般社会ではね。一般社会では理想だ、ビジョンだ、これを目指してますだ、結構ぐちゃっとね、たくさん書いてある名刺なんて痛いんですけど、だからしっかりした会社になればなるほど何も書いてないじゃないですか。だからごちゃごちゃ書くのは痛いんですけど、最初の100枚は書いた方がいいと思いますね。最初の100枚は痛い名刺でいいんですよ。私たちのビジョンはこうですと、行動規範はこうで、こういうような日本を目指してますと、そういうね、痛いこと書いちゃっていいんですよ。でそれがだんだん変わっていくから、だから最初はそれをやって、自分のビジネスを軌道に乗せていくための、まあ、モチベーションカードにしちゃうっていうね、テクニックはあります。うん、これはすごくいいのでやってみてください。超大切。だから名刺作ってない人はあんなのね、あのネットで、ネット通販で990円とか、こう送料とか入れても1350円とか、そんな感じでね100枚作れるんですよ今。いいよね。昔なんてさ、ほらハンコ屋さんなんちゃらとかに行ってさ、送料とかなしで3000円とかで作ってたんだよ。それが今3分の1だって。超安くない？このね、1000円に投資できないんだったらもう終わってると思うよ。もう、あれだ。やめた方がいい。俺もね、最初ね、だって、ごめんね。感極まってくると、まあ、ナチュラルな喋り方になるんだけど、僕も最初ね、パソコンで印刷してたんですよ。なんか、要はプリンターがあれば、そのね、家電量販店とかで、名刺印刷用のシートみたいな A4 の紙を買ってきて、でそのシートを使ってね、自作の名刺って作れるんですよ。で結構簡単は簡単なんだけど、でそっちの方がまあ、それでね100枚頼んで3000とか払うんだったら、これでね例えばまあ10枚綴りで5、600円ぐらいのシートだから、これで自分で作っちゃおうと思って最初作ったことあるんですけど、正直ねずれるんですよ。印刷した時に A4 の紙1枚に
12345、12345って大体ね、合計10枚名刺って印刷できるようなその A4 の紙が10枚セットぐらいで売ってるんだけど、だからまあ100枚は作れますよみたいな。で、そうだよね、10枚セットかける10枚は100枚だね、うん、それにやるでしょ、プリンターセッティングして自分でその紙を出してる会社のサイトにアクセスして、そこの画面でソフトがあるからちょこっとダウンロードして、無料だよ、無料のソフトがあるからダウンロードして、でそこで、まあ、自分でちょっとあの文字とか打ち込んで、その上で印刷ってやるんですよ、パソコン上で。で事前にプリンターにはあのそのね買ってきた A4 の紙、要は10分割になってて名刺サイズ ×10 になってるやつですよ。でそれを事前に仕込んどいて、で普通に印刷すれば、その一個一個にね、こうまあ自分の考えたデザインと名前が印刷されて、A4 の中に10枚分の名刺が印刷されてくると。でそれはすでに、10枚分点線が切れ線が入っててね、まあ、すごく綺麗に剥がせますよみたいな。で剥がしちゃったら、まあ、10枚分の名刺になるじゃないですか。そういうのがあるんだけど、なあのね、その10枚の並びで印刷されてくるから、それがねしょっちゅうというか、まあずれるんだよね。でペリッと剥がしたり点線切ったりして名刺サイズでこう A4 の紙から、まあ、切り出すでしょ。そうするとなんかその縁の部分が大幅にずれてたりとか、上下のあの余白のパーセンテージがかなりずれてたりとか、デザインが半分っていうか端っこの方が切れてたりとか、なんか軽くね斜めってたりとか、うわーひどい状態になるんですよ正直。で僕なんかはそれをねやってね、10枚の A4 のシートで印刷して、まともに使える名刺の部分っていうのはもう本当に 3,4 枚ぐらいしかなくて、なんかあとはね最終的にずれてたりとか、インクが飛んでたりとかね、ちょっとあの擦れてたりとかするんですよ。もうそれはうちのパソコンのねプリンターの問題なのかもしんないですけど、でもまあその他普通に擦れてたりもするから、やっぱ紙がね厚いからね、うん、まあいろいろプリンターとの相性っていうのもあるんでしょうな。でそういうのがまあ300円とかで売ってるんですけど、10枚綴り、10枚かける10枚で300円とか400円とかだと思うんだけど、かなり失敗するからね最初で。インクだって高いんですよあれ、めちゃくちゃインク使いますから、ね、で 色味があるデザインとかにすると相当インク使うでしょ。100枚するのにどれぐらいインク使うのっていう、あのインクカートリッジのね3分の1ぐらい使っちゃってんじゃねえのっていう勢いでしっかり色を出しますから、ああいうのって出さないと名刺として使えないしね。となるとまあ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 そっちの方が金かかってんすよ。だからこういう言葉あるでしょ、安物買いの銭失いっていう言葉、正しい？間違ってない？安物買いの銭失いっていう言葉がありませんか？それに気づいてから僕はもうすぐね、もうこんな めんどくさくてなおかつ金もあんまりお得じゃなくて結構印刷ミスしたりあるから、でプリンターのそのインクもめちゃくちゃ使うし、これだったら最初からもうプロの、あの名刺屋さんに頼んだ方がいいじゃんと思って最初はね、その実店舗の名刺屋さんに行って、あるでしょハンコ屋さんみたいのがチェーン店っぽいやつで、そこで3000ぐらいで発注したんですよ。100枚3000ね、高えよね今考えると。だからそんなことしないでください。貧乏人の銭失いは嫌でしょ。だから最初から、今ネットだったら
1000円ちょいでできちゃうから、本当に。まあ、変にね、なんか、あれだよ。超高級な和紙とか使いたいとか、なんかその、ね、不良のね、不良さんの名刺みたいな感じにしたいとか、そういうことを考えると、やっぱ追加料金、オプション料金ってかかるんだけど、まあ普通の名刺であれば、やっぱり1000円ちょいぐらいとか、まあ裏面とか入れて、裏面とかびっちり入れたとしても1500円ぐらいでできるから、で送料入れて2000円いかないぐらいですよ。それやろうぜ。マジで。でその名刺を作って、なりたい自分っていうか、まあ目指す姿の自分ね。まあ会社名とかも、まあ普通にその時はあるんだろうから、作って、で会社名がない状態でもチャレンジした方がいいと思いますよ。まだ起業してない、まだ脱サラしきれてない。で今結構リアルに脱サラ起業っていうのを考えてて、っていう時にはもうね、適当に会社の名前考えてビジョンとかをまとめて名刺を発注しちゃう。でその名刺っていうね、限られた文字数の中に会社名入れて、自分たちのビジョンとかを説明する文章とかも入れて、裏面とかによ、事業内容とかも入れてってなると、自分のね、会社の事業の姿っていうのが明確になってくるから、要はその考える作業によって明確明瞭にこうね、浮き彫られてくるから、そういう意味でもまだ本格的にやり始めてなくても名刺はね、もう作っちゃった方がいいんですよ。2000円ぐらいの投資ですよ。だってそれでめちゃくちゃテンションが上がるわ、引き寄せの法則が働くわ、ね、で、まあ名刺だってやっぱり最初はね、名刺屋さんに頼むんだって、あ、こういうデザインって、やっぱり良くなかったかなとかって失敗もあるんだから、だから早めの段階で失敗をね、たくさん重ねておければいいことづくめなんですよ。だからやった方がいいです。はい、っていう感じですね。まあそういう形で名刺っていうのの重要性をちょっとお話ししてみました。ぜひねやってみてください。であとはこれ余談だよ。僕ほらね、いわゆるそのトラブル相談業界のトラブル相談業の出身の人間でしょ。だからねフリーのね、投資詐欺師みたいな、しかも巨額のね、フリーの投資詐欺師、あれ何だったのかな、未公開かな、未公開株か社債か、まあとにかくそういう投資詐欺関連ですよ。そのしかもなんかその辺のね、なんつうの、その辺のっつったらあれだけど、まあ、その辺のでいいのか、まあそのチンピラさんたちがやってる振り込め詐欺の延長線上の投資詐欺、未公開株社債詐欺とかじゃなくて、完全にフリーでね、もうその六本木とかをこう住処にして、でフリーでガチの投資詐欺をやってる人の名刺を見たことあるんですよ。でどうして見たかっていうと、それは別にね、僕はその詐欺師と知り合いだったからじゃなくて、要はこういうトラブル相談業で生きてきたから、今まで、要はそのね、やばいフリーの詐欺師に騙された人からの相談で、こんな名刺もらったんすけどっつって、この名刺をね見せてもらったことがあるんですよ。したらそのね、フリーのね、投資詐欺師の名刺ね、六本木とか銀座とかそういうねエリアのめちゃくちゃ高級店で知り合ったらしく、その被害者さんはね、だからその詐欺師も詐欺師で金持ってるんですよ。でなんか埼玉県とかなんかね、池袋とかその辺でちまちまね、なんかその小さい投資詐欺とかやってる、あとはまあ日本橋の兜町とかかでやってるような
人じゃなくて、多分そのフリーの投資詐欺師はマジでフリーの投資詐欺師なんですよ。でその人の名刺を見たらね、まあ、見せてもらったんだけど被害者さんに、まずね横型の名刺じゃないのね、縦型名刺なので、現代のビジネス社会にビジネスシーンにおいてね、縦名刺ってないわけじゃないですか。基本ちょっと非常識な感あるでしょ、普通にビジネスするんであればね。でもそのねフリーの投資詐欺師の名刺っていうのは縦 で何書いてあったかっていうと、名前、まずね、まず名前が書いてあって、そのねちょっとイメージしてね、目の前にちょっと名刺をイメージしてほしいんだけど、縦名刺を名前が真ん中にドーンと書いてあって、例えばじゃあね、山田太郎と、山田太郎ってなんか明朝体っぽい感じのフォントで書いてあって、でそのね名刺の左隅っこに縦書きで漢数字で携帯の番号が書いてあるの、090ってね、普通の数字のアラビア数字じゃないですよ、漢字ですよ、漢数字で090123456789みたいな感じで、これもね明朝体みたいなやつで書いてあって、でまあ紙質自体はねちょっとまあ厚めのやや高めの紙質かなっていう感じで、まあ和紙とかじゃなかったんだけど、和紙とかだったらもう完全に悪い人じゃないですか。でもまあ普通の紙質は普通の紙質 で裏面に何も書いてないんですよ。以上なんですよ、名前、携帯番号ね、しかも全部縦書き、以上っていうその、まあ、言葉は入ってないですけど、ただその2つしか書かれてなくて、やっぱりね名刺っていうのはその人とその人の分身だから、要はそいつ、その詐欺師っていうのはね、六本木とか銀座とかで、高級クラブに飲みに来るね、お金持ち相手に一本どっこで投資詐欺やってるやつなんですよ。だからもうね肩書きとかいらねえんだわ、そいつはもう海線山線の野郎だから、もう肩書きとかいらなくて、名前と携帯番号あればもうそれでね詐欺できちゃうんだね、そいつは。それぐらいの自信があるんですよ。あとはまあ実際に会ってそのねかもターゲットと話して、でその投資案件を信じ込ませればいいんだから、逆にそういうねフィクサー感、闇のフィクサー感を出すためにも名前と携帯番号しか書いてないんだろうし、そうするとあって騙されちゃう人は、あこれはちょっとただもんじゃないぞと、本当にこのね裏の話、この未公開株の話っていうのは、まあ、やばいぐらい儲かる話なんじゃねえのって、一般の表には出てこない話なんじゃないのっていう風に信じちゃうんですね。で世の中やっぱり裏があるから、軽くね裏を知ってる人っていうのは裏の話に騙されるんですよ、裏を知ってる分ね。実際にインサイダー取引とかがあるから、未公開株の情報とかも回るときは回るから、それは表には出てこないだけであって、回る人間に対しては回るから、だからそういう情報が出てきたときに、そういう裏のねことを知ってる大金持ちとかは逆に騙されちゃうっていうねのがあります。でそういうような騙しを行うために、そのフリーの投資詐欺師にとって必要だったのは名前と携帯番号のみだったんですよね。ビジョンも何も書いてないし、会社名も別に入れない、何にも書いてないんですよ。それでもう何千万というレベルで一発でいくんですよ。やばいでしょ。だからこれはある意味名刺っていうものがやっぱりね、どれだけ自分の分身になっていくか、自分が名刺に近づいていくんですよ。自分が名刺に近づいていくんだよ。名刺が自分に近づいてくるんじゃないよ、作った名刺のような自分になってくる。わかる？
だからその投資詐欺師が名前と携帯番号しか書かない名刺を作った時に、まだねその投資詐欺師も未熟だったかもしれないよ。でもそれでまあ投資詐欺をね数こなしていくうちに、まあそういう自分になってったんですよね多分。名前と競馬があれば別に俺勝負できるからみたいな、まあ、勝負できるって言ったって詐欺なんだけど、名前と携帯番号だけの名刺で俺はどんなやつでも騙せると、どんな金持ちでもね、もう下手したら政治家だっていけるわっていうくらいな覚悟だったんでしょうな。でそういう感じで名刺を作ったから、そういう一発何千万っていうやばい詐欺をできるんですよね。やっちゃダメですよ僕らは。これが名刺の力なんですよ。名刺に表現したような自分になってるんです。これはねすごく意識してくださいね。だから早いうちから名刺を作っておかないと、あなた自身の方向性っていうのがいつまで経っても定まらないんですよ。あなたのビジョン、あなたのビジネスマンとしての立ち位置とか、ね、独立起業して、これからまあネットビジネスでも何でもいいけど、起業してやっていくっていう風に当たっての、あなたの立ち位置、スタンス、方向性、名刺を作らないと一切定まらないんで、チューブラリンですよ。だからね、儲かってないアフリエイターに俺は聞きたいね。お前ら名刺作ったのって絶対作ってないよ。儲かってないネットビジネスの人とか、儲かってないその、まあ、アフリエイターさんとか、情報販売の業者さんとかね、個人でやってる人とか、まあ、何かしらうだつが上がらない人っているでしょ。特にネットビジネスとかなんかそうだけど、名刺作ったんですかっていう。マジで普通にしっかり考えてね、名刺屋さんに発注したって。発注してないですよ、絶対。発注してたらもうちょっとうまくいってるから。名刺に書いたような自分になってくるんだからね。まあ、それは発注してないから、だから成功しないんですよ。で、発注した方がいいですよってアドバイスしても、いや別に名刺が必要な仕事じゃないんで、って言うしょ。だから成功しないんですよ。作りゃいいんですよ。あんたどれだけ天才なんすかっていう。僕にとってはね、そういう感じ。そんなに天才なのって。それはね、名刺も何にもいらずね、いきなりボーンと爆発しちゃう人だっていますよ。それは天才じゃないですか。僕はね身の丈は分かってますから。だから僕はそういうね天才ではないので名刺を作ったんですよ。じゃああなたは天才なんですかっていうことでしょ。天才じゃないでしょ。僕と一緒のスタートラインでしょ。だから名刺作んないといけないんです。だからもしあなたの周りで、まあうだつの上がってないね、なかなか儲かってない、なかなか成功できないようなネットビジネスさんの、ネットビジネスさんって誰だ、ネットビジネスの人とかアフリエイターさんとかいれば聞いてみてくださいよ。名刺作りましたって。絶対作ってない。作ってたら成功してっからっていうね、正直ある、本当に。だから僕なんかは名刺はね、いろんなタイプの名刺をね発注しますよ今はね。昔はもうお金がなかったから一発3000円の名刺100枚、これにもう全身全霊をかけて考えてたけど、今はねいろんなね肩書きの名刺を作ってみたりとか、遊びで、でなんか奇抜なデザインの名刺をちょっと作ってみたりとか、いろいろね名刺で遊んだりしますね。でそこにもやっぱりその名刺が多ければ多いほどなりたい自分っていうのがいっぱいあるわけだから、やっぱりねいろんな可能性につながっていくでしょ。で最終的にはその例えば5枚ぐらいね、いろんな肩書きの名刺、それはね肩書き経歴詐称はダメだよ。だから株式会社 A の社長なのに株式会社 B の社長っていう名刺書いちゃったら、これはもう経歴詐称だからダメなんですけど、あ、別に作る分にはいいのか、そうだそうだ、作る分にはいいんだな。それを誰かに渡しちゃったりして実際に営業しちゃったりすると詐欺だ。だから実際に僕なんか株式会社 A っていう、まあ SSC コンサルティングの社長じゃん、代表取締役じゃないですか。でなんか適当にね株式会社 B っていう感じの
あの名刺作って、株式会社 C っていう感じの名前のね、名刺も作って、で、事業内容とかも変えてちょっと作ってみて、デザインとかも。どれが一番かっこいいかなって見たりとか、そういうことやってるよ。だから、やってみてください。まあ、その最初からそんなに作る必要ないから、最初は100枚。で、ネットで、3000円ぐらいで、違う。一番安くて1000円ちょい。で、ちょっと裏面とかも入れて1500円ちょいだから。まあね、やっぱね、裏面とかも入れて、そこの裏面にビジョンとか書いた方がいいね。実際どっかで使うかもしんないじゃん。それやってみましょう。で、まあその URL を貼っておきます。僕がね、よく使ってるのはビスタプリントっていうサイトなんだけど、まあ、印刷屋さんだよ。そのね、ビスタプリントさんの、まあ僕別に回し物でも何でもないし、一番使いやすいのがビスタプリントっていうところだなと思って。で、それね、何がすごいかって、別にソフトとか、要は名刺編集ソフトとかをダウンロードせずに、サイトの中だけで編集できちゃうんですよ。イラストレーターみたいのがサイトに組み込んであって。しかも超直感的に動かせちゃうっていうね。だから昔はソフトダウンロードしなきゃダメだったんですよ。昔は無料のね、フリーソフトをダウンロードして、パソコンの中にインストールして、で、そのソフトで編集し、で、紙を買ってきて、印刷みたいなね。これがまあ、アナログ的なやり方だったんだけど、今はね、もう時代が進んだね。そのビスタプリントっていう、ハンコ屋でね、名刺屋の、普通にホームページ見るじゃん。ホームページのその中で、いろいろ動かせんのよ、デザインを。で、決まったらこれで決定っつってカートに入れるってやってできちゃうっていうね。これ普通に別にもう僕はもうご存知ね、ここでは基本的には僕はアフィリエイトって基本やらないから、アフィリエイトタグを貼ってるわけでもないでしょ。うん、だからこのビスタプリントさんは俺は結構いいと思う。で、注目してほしいのが、どうしてビスタプリントさんをおすすめするかっていうと、そのね、これはね、発注してからのお楽しみですよ。ビスタプリントさんがその後どういう営業をかけてくるかっていうのを見てください。いや、これはうめえなと、このやり方うめえわと思って、僕はビスタプリントのファンになったんです。これすげえな、やっぱこれが王道だなっていうね。これはね、まあ今言いません。すごい勉強になったし、まあ、気づかされたところもいっぱいあったし、まあ、僕なんかネットビジネス主体じゃないから、もしかしたらネットビジネスの中で当たり前の流れなのかもしれないけど、でもね、いや、これは素敵だと思って、その後のお家業のかけ方ですよ。嫌な気に全くならないんですよね。全然嫌な気にならない。へーへーへーと思ってついつい買いたくなっちゃって買いたいっていう気持ちを抑えるので精一杯だったんですよ。別にいらないから、それ以外のものは。僕はそのマインドセット高めるためっていうか、なんか自分のね、テンションモチベーション高めるために名刺発注してるから、それ以外のものは今いらないんだけど、でも本当にね、社交心煽られるんですよ。超欲しいってなるものを追い営業かけてくるんですよ、バンバン。で、その営業もすごくしつこくもないし、スマートな追い営業のかけ方で本当に好感が持てる。だから、あなた気をつけてくださいね。必要のないものまで買わなくていいんだから、そのビスタプリントさんので名刺を買った後、相当な精神力がないといろんなもの買っちゃうよ。マジで。そこは気をつけてくださいね。そういうレベルのね、本当にお上手でスマートで、嫌な気持ちにならないお営業をかけてくるんですよね。そういう意味でも、このビスタプリントさんっていうところで、名刺発注してみてください。これはすごい。名刺ももらえるし、そのビジネスの勉強にもなるしね。うん。まあ、そんな感じの話ですね。はい。まあ、今回名刺のお話でした。うん。大事です。ぜひ作ってみてください。作ったら、僕に、社名でも添付して送ってください。
僕もそれを見たい。あ、考えちゃった、新しいこと考えたぞ今。やばいぞこれは。やばい、やばいアイデア思いついた。まあいいや、これちょっとねまだ公開できない、今撮っとく。はい、今回は以上です。 SSC コンサルティングの月寄でした。ではまた。